お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのジャイデッキですね。ジャイデッキを使っていきたいと思うんですけども、まあ、僕がジャイを使うイメージがないと思われるんですが、まあその通りでないんですけど、まあ、ジャイをあんま使わない僕でも、こちらのね、通り、12勝1面、することができました。これ全部先ほど見せたジャイガゴガゴデッキでやってます。はい、全部です。で、マジで、この、まあ、デッキが強い。まあよく言うんですけどね、僕。まあまあまあ。とりあえず、ジャイデッキ。まあ、ジャイデッキなんですけど、まあ、ジャイデッキなんですけど、その、ガゴ群れとガゴを通すようなイメージでね、使っていただけると、結構使いやすくなるのではないかなと思います。ってなわけで、まあ、先にね、やっていきたいと思います。まあ、ジャイデッキって言ったら、なんか、ジャイの後ろにプリンスつけたり、まあ、これだったらランバーつけたりで、硬い作る系だと思うんですけど、その、意外と、ジャイを通すというよりはこのガゴ群れとかガゴを刺していくっていうのをちょっと想像してもらえるといいかなと思います。ちょっと待って、そういうことね。これちょっとむずいですね。これ初っ端の話をすることなくて悩んじゃうんですけど、まあ、何が正解だったかって言われると正解が特にないかな。とりあえずゴブガヤが邪魔なんでディガーでゴブガヤを壊しに行く感じです。でこうジャイデッキは結構ペッペッカがきついと思われるんですけど、まあ、テンゴットぐらいですかね。ペッカ苦手るジャイなんすよって言ってるんですけど、まあ、基本的にジャイデッキがペッカが辛いと、まあ、辛いんですけど、このジャイデッキにはなんと、そのペッカメタである、まあ、ライトニングドラゴン。まあ、ライトラがペッカのサブカードですね。基本的に工場とかラムライダーに対して刺さるので、まあ、メタカードみたいなところがあるんで、まあ、その点でペッカに強い。さらに、まあ、ランバーとね、スケルトンっていう陸系が意外とこの豊富かつ高回転なのがあるんで、まあ、そこが、ペッカには強いジャイですね。こちらのジャイは。はい。なんで、まあ、そこはすごい使いやすいのではないかなと思います。で、まあ、あとは何に負けるってなったら、生き玉だからシンプルに枯渇が、だるいんですけど、枯渇に対してはちゃんと立ち回りを覚えるかつそのガゴ群れを意識すれば全然突破できますね。なんか相手によってやっぱり何が通るのかを考えるのがすごい大事で、まあむずいんですけど基本的にガゴとかガゴ群れで攻めるんですけど、もし相手に嫌な目があるならガゴ群れ何回出してもアド取られるんで、それはしっかりジャイとかジャイランバーとかそういう形を作ってディガーで削っていくとかはしないといけないんですけど、まあ、枯渇とかだったら結構そのプリンセス咲いた後のガゴムレプラスディガーとかを意識すると無双しますね。あ、これは相手天才。これは相手のペッカーの防衛がちょっと厄介なんで、ジャイで逆サイに釣って後衛だけを後から処理しようと思ったんですけど、もう一回ペッカー来ちゃいましたね。もう一回来ちゃいましたね。これペッカーが出るジャイなんすよって俺さっき言ったんすよね、マジで。っていうわけで負けられないですね。こう雪玉打って、まあ、防衛雪玉最強マンですね。いやー厳しいですね。これスケ、いや大丈夫。これはねスケがギリ回りますね。高回転なのがやっぱ強みですね、このデッキの。これギリギリサンドイッチしてあげて OK。ちょい危なっかしいですけど、まあ、ガゴ群れ、相手がエレキ、なんか甘えたエレキ出してて、ガゴ群れがたまたま刺さっちゃいましたね。まあ、基本的に、本当にガゴ群れで、ガゴ群れデッキだと思ってくれたらいいです。ジャイは飾り。はい。で、今、それをちょうど日本に帰ってるんですよね。韓国でずっと試合してるんですけど、試合と試合の間がちょっと今回長かったんで、おお、高い。ちょっと間隔が長かったんで、今日本にね、帰ってきてるんですけど、そのやっぱ日本に帰ってきて、やっぱ韓国にはない飯屋に行くんですけど、カツとか、僕ケンタッキーとか行ったんですけど、マジでうまいっすね。なんか韓国のご飯が別にまずいわけじゃないんですよ。別にまずいわけじゃなくて、普通に、基本フチバイセンが作ってもくれてますし、別にフチバイセンのご飯がまずいなんて一言も言ってないんですけど、言ったら殺されちゃうんで言わないですけど、まあマジで美味しいんですけどね、フチバイセン料理は。なんですけど、韓国でずっと、まあ、韓国の他のご飯とかも食ったりしてると、まあ、なんだかんだ飽きるというか、言うほどは飽きはしないかな、言うほど飽きはしないかもしれないですけど、
その日本に帰ってきて日本食を食って改めて思いましたね。日本食うますぎるっていう。あの別に韓国が悪いわけじゃないですよね。日本のご飯がうますぎてちょっと韓国が良くないように思えてしまう自分たちがいますね、マジで。なんでなんかもうすぐ日本に帰ってきたのにすぐまた韓国に戻るんですけど、正直戻りたくないですね。正直もう戻りたくないですね。ずっと韓国いたいじゃねえわ、日本にいたいみたいなとこありますね。いやマジでマジで日本をまだ味わえてないですね。日本食が食べたすぎて食べたすぎて、マジ僕つけ麺がめちゃくちゃ好きで、つけ麺も食べたいですし、あと普通にうどん、丸亀うどんも大好きなんでうどんも食いたいですし、なんかいろいろ食いたいものがあるんですけど、もうそんないろんな店行くに時間がないっていうちょいつらの部分がありますね。なんで正直韓国には帰りたくないですね、マジで。楽しいんですけどね、韓国生活も。それみんなでみんなでワイワイしながら、ワイワイしながらというかワイワイしたり集中してしたり楽しいんですけども、これ日本の飯がうまい。っていうわけであれですね、マジで日本が最高ですねっていうのをなんか思わされてますね。みかんさんとかも吉野家2日ぐらいでなんか3回行ったとか言ってましたし、ライキさんも2日連続マック食ったとかもね、鬼体調悪い、体に悪いやみたいなことしてますけど、それが最高みたいなとこありますね。マジですごい思いますね、日本に帰ってきて。まあそんなこと言ってもね、韓国行かないといけないんですけど、頑張らないといけないんですけどね。はい、まあてなわけでこちらジャイガーガゴやってるんですけど、まあ基本的に、まあ、ガゴで攻めるって言ってるんですけど、なんで相手の対空をね、やっぱ一番に把握するっていうのはすごい大事なんだなと思います。ここは今相手がスパーキー咲いたんで逆サイを攻めるんですけど、まあガゴガゴを通すためにはガゴガゴのメタカードを把握するっていうので、このガゴガゴのメタカードはまあ基本的にウィザードとか、まあ、ベビードラゴンとかかな、ウィザード、ベビードラゴン、あとにこのメタカードあるかな、ヤナメか、ちょっとヤナメは例外まであるですけど、まあだからベビードラがあるときにガゴムレを出さないじゃなくて、出してもいいんですけど、そのまあむずい、相手に出てきてくれるといいんですけどね、そのベビードラを、まあ、使った相手が使った後にね、ガゴムレをカウンターで攻めに使えば圧倒的に絶対に刺さるんですけど、まあ、もしじゃあ相手がベビードラをなかなか裂いてくれないっていう場面があるじゃないですか。そういう時にそのガゴムレプラスで攻めたら結局ベビードラで処理されちゃうっていうシーンが出ちゃうんですけど、そういう時のその、まあ、細かい小技といいますか、結構意識するだけで変わるのがありまして、まあ、こういうところにねガゴムレこう、まあ、普通に出してカウンター行くと思うんですけど、まあ、ディガーでこのベビードラのねターゲット取るっていうのはすごい大事になってくるんですよね。まあ、ディガーをだからここですね、これちょっとあの早く歩いてきてくんねえかな、こういうところでもし相手がベビードラゴン持ってます、もし持ってます、持ってはないんですけど、この人ここで学名とか出した時にこのディガーをねこの辺にこの辺にプツンってこう出してあげると、ちょっと今できないんですけど、これスパーキー一発して強要ですね、ぶつけてから後ろから殴り上げてあげて、こういうところに、もしこのガゴムレだったとしたら、こういうところにね、リガをプイって出してあげると、この辺にな、基本的にベビドラが出てくるんですよ。そうなると、相手のベビドラが、リガをターゲットって、ガゴムレがね、相手のベビドラを処理するみたいなこともあるんでね。なんか、このリガをポツンってちょっと手前の辺にね、出してあげるだけで、世界が変わるかなと思います。よいしょ。やばい、しゃしゃったかもしれない。これちょっと折らないとちょっとピンチになるんで、めっちゃ攻めるんですけど。あ、やばい。やばいけど、まあ、ライドラあるからいいや。じゃあ、シャシャリすぎましたね。ライドラと、まあ、ランバーで、こう感電してからランバー出せば。うわ、待って、そんなんおった。あ、終わった。ちょっと待って、終わった。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 やれ。やれ。あー。みたいな感じにはなっちゃいましたけども。スパーキーにはちょい勝ちたいですね。スパーキーにはちょい勝ちたいんですけど。じゃあ、チンマリオですね、これは。まあまあまあ、なんで、相手にビビドラとか、ウィザードとかだったら、あの、タワー横とかにね、ポイって出てくるんで、そこめがけてディガー飛ばしてあげたり、すると、
まあ、思っている以上にダメージ通りますね。そのリプレイがあればいいんですけど、相手ベビドラ使ってくんねえかな。なんでこうガゴムレ飛ばして、この D 側ね、この辺にポイって出してあげるだけで、普通にガゴムレがベビドラ倒すんで、結構な確率で倒します。が、まあ、2、3体やられたとしても、その相手は2、3体のね、ガゴプラスの D 側がね、結構きついんで、相手は。よいしょ。で、もしベビドラで処理してきたところとかも、雪玉、攻め雪玉を打つのがすごい大事になってきますね。またまた。またまた言っちゃうと、攻め雪玉打つと相手のベビドラなんかガゴムレフル残りで相手のベビドラ処理したりもあるんで、なんか思い切ってディガープラス雪玉バーンって打ったりするだけでワンパンできたりしますね。まあそれはガゴムレで攻める時になっちゃうんですけども、まあでこんな感じでね、ちょっと相手が何もしてこなくて暇になる場合がございます。そういう時はまあジャイを展開してもいいです。はい、僕は、待つのが嫌いなんで、こういう時は出しますね。基本的にはなんか、出さないんですけど、相手の受けて、カウンターで、リガードとかジャイとかつけてやるんですけど、マングル相手が何もしてこないと、さすがに出しちゃいますね。これライドラで止めつつ、まあ、一応スキー出して、確実にね、止めます。で、ここは相手がちょっと調子乗ってます。相手このポイズン打ったんで、ここで、シンプルに、ガゴムレプラスディガーをすると、相手は多分これを、あ、雪玉だ。雪玉で守るんですけど、雪玉しかないから、これ雪玉打っても、これが処理できないんですよね。で、この辺にやりゴムが多分、ブッて出てくるから、即雪玉打ってあげて、よいしょ。まあ、こんな感じで、まあ相手のデッキが分かれば一番楽なんですけど、まあ相手のデッキはディガーっぽいって分かったんで、ディガープラスポイズン打って、相手は7コスも一気に使ってて、ポイズンが特にライドラに飾ってるだけで、っていうのが今分かったんで、まあ攻めた感じですね。でもここ相手も必死の削りたいディガーで頑張ってますね。ここはもうしっかり、こういう時は形作ってあげて。よいしょ。で、逆サイのディガーは無視でもいいですね。防止でもいいですけど。まあ、せずにこう形を作った方が強いですね。で、ここでもう多分棒ポイか、雪玉か。まあまあ。これ2周目じゃあ行きたいですね。このライドラプラス、このランバーが残ってるんでね。こういうところで2周目ジャイ展開してあげると、このね、ジャイアントは相手処理できないっていうのになりますね。ライドラが1人暴走してる。OK。ライドラで、よいしょ。この感電で削っていきます。よいしょ。息止めって、まあ、こんな感じですかね。相手、そう、インフェルタワーが若干厄介なんですけど、まあそういう場合は逆に、ジャイ出さなくていい意味いいですし。もう逆にガゴムレプラスディガーとかで攻めまくってもいいです。まあ今みたいな状況になれば、後ろからジャイ展開して、まあ2周目ジャイでね、インフェルノタワー突破するっていうのも、すごい手だとは思いますね。はい。なんで、まあ、そんな感じですかね。ディガーをインフェルノタワーに当ててもいいですし、当てずに相手ジャイが相手の陣地入ってからディガー削りするとかも、まあありなのありですね。まあでも問題はこのスペルがやっぱ雪玉しかないんで、最後の最後に削れないっていうのだけは気をつけてほしいですね。なんで、まあ、むずいですけど、最後の最後に削りきれないっていうのは。よいしょ。相手はゴブジャイスパーキーですね。ケンツムシの千円っていうぐらいで流行ってますね。誰がゴブジャイや。マジで。鬼流行ってますね。知らないけど、初めて当たった。適当すぎるかな、さすがに。さすがに適当すぎるかな。ちょっとあれですね。じゃあ相手のハンターがちょっと厄介ですね。ディガーでターゲット取ってあげて。オンゲ。まあ、ここは処理されちゃうんですけど、相手のゴブジャイ処理できてるんで、まあ、いいかなと思います。で、ここの場合は、相手の、まあ、正直ジャイは取んないと思っていいと思いますね。まあ、なぜならハンターがきつい。ハンターに溶かされちゃう。まあ、突破できないこともないんですけど、で僕はまあ、ガゴムレを通そうと思ってるんですけど、このガゴムレを通すときの相手の天敵が、まあ、対空がハンター、メガゴ、ユキのライトだけど、ライトは別にどうでもよくて、ハンターですね。ハンターと雪玉さえ、こっちは突破してしまえば、この僕はガゴムレ無双ができちゃうわけなんですよね。なんで、それをどう突破していくかをしっかり考えたいですね。相手が2枚ともたまたま冴えてくれたらラッキーですし、冴えてこないなら、じゃあそこに出してくるのを読むっていうのもありですし、そんな感じで考えながらやっていきたいと思います。
今相手これで、これハンターのターゲット取りたい。あ、ハンターハンターハンター、今ハンター裂いた。でも雪玉はまだ裂いてないんですよね。なんでここは多分雪玉来てこないか。なるほど、これでもライドラで美味しくいただけますね。多分相手ライトニングってきますけど、あ、でもこの間によいしょ、ガゴメを出して、あ、これ美味しいです。相手今雪玉裂いた、雪玉裂いたんで、これシンプルに、あ、ハンターいるわ。あ、ハンターも雪玉も裂いた。ハンターも雪玉も裂いたから、本当はガゴムレ通したいんですけど、ガゴムレがない。あー、ハンター裂いたから、ジャイが通ると思いきや、スパーキーが出てきましたね。まあでもこれは、ちょっとラッキーで入りますね。っていう感じで、まあ考えながら考えながらやるんですけど、そううまくはいかないですけどね。なぜか勝ってますね。まあこのゴブジェイを、やっぱライドラとかランバーがあるんで処理しやすいですね。まあ、ゴブジェイスパギー相手にするときはこのランバーとライドラがライトニングで一緒に処理されないようにだけ気をつけて、ね、離して出すとか意識しとけばまあ大丈夫かなと思います。なんでまああれぐらい、今ぐらい相手がどんどんライドラとかに雪玉とか打ってくれると、逆にこっちはね、ガゴムレディガーとかジャイガゴムレするだけで倒落としたりするんでね、それはすごいラッキーかなと思います。ってなわけで、まあ、こちらね、今あのグラチャレの12勝、グラチャレのウィンレート、勝率が一番高いデッキ、まあ、みたいなんでね、ぜひね、こちら、使ったことない方でもね、結構使いやすいと思うんでね、回転早めですし、結構カードパワーデッキだと思うんでね、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで、まあ、今日のこんな感じでね、終わりにしたいと思います。では、また、お疲れ様でした。